ディャン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 。すごいわ。皆さんこんにちは。今日の改造店はチェーンをダブルで両方、もうこれは強いでしょ。さらに寒冷地仕様でちょっと見てみよう。寒冷地仕様でよいしょ、よし、エアクリーナーケースをペール缶で作った。いいですね。それでもうこれでね、凍結防止になる。こっち側から見て、こっち側から、すごい、おキャブレターが凍らないように、うん、エキゾーストマニホールドの熱をキャブレターの方に導くために、みんなペール缶で出来上がってます。これでキャブレターも凍結防止になる。いいですね。まあ、今回の変更点はそんなところで。工賃じゃないや。グリーン代0円。さあ。で、牛マットがね、チベタチベタだから。びっしょびしょですか。去年のカレンダーをお尻の下に。これね、湿ってきたらね、12月をめくって、次11月座るみたいな。このね、12回めくれるっていう、画期的なシートカバーね。よし、
でも今まで以上に多いな。
もうちょっと、もっと。シア。サービ。ロータリー持ってきた方がいいんじゃねえ。なんだかさ、入れちゃうここ、ロータリー除雪機持ってくる。ロータリー除雪機なんかダメだよこれ。ここまで雪深いとね、ちょっと過酷すぎるんだろうなこの車。ダメか、やっぱキャブレター凍っちゃうんだろうな。寒くて寒冷地仕様失敗。まったくさ、役に立たないな冬には。ダメか、またエアクリーナーがダメなのかな。取ると調子いいかよ。水が入っちゃうのかな。どういう理由でエンジンが調子悪くなるんだろうな。ちょっと
この状態またよろしくないぜ。もうやっぱりロータリー式か。この状態よろしくないんだけど、その分離線とかにタイヤ落ちてたよ。合うんだよなあ。これまた作り直そう。この蓋薄すぎるんだよ、このプリソの蓋。もう疲れた。もうやだこのこのポンコツの機械。もうね、そう、役に立たないとは言いたくないんだけど、役に立たない。頭に来た。もうロータリー、ロータリー、どこ行った、ロータリー。もうね、もううちの機械ったらポンコツばっかりで、もうちょっと光年式ないの、光年式ないっすね、光年式は。光年式だったらあれだな。はい、おいで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 、はい、おいでおいで、はい、はい、はい、おいでおいで。やっぱこれだわ。まんま入ってるかどうか確認しないと。まんまですね。まんま。ひょっとしたらお腹空かせてるかもしれない。もうね、まんまもね、高くなってきてね。ああ、高いです、高いです。もう、まんま見てあげて。まんま見て、雪が入らないからね。ないかもしれないな、まんま。まんま買ってこんくちゃいけないな。今ストップなし。半分ある、まんま半分、OK。今行くときは使えるだろう。疲れるなぁ。さすがにこんなに連続して振られると仕事の場合じゃなくなっちゃうよな。仕事ができないよ、こんなに詰まっちゃうと。
感じがある。なんか飛んでないじゃないですか。何？飛んでないですよね。え？飛んでないですよね。知ってるよ。飛んでないけど。終わってる。めっちゃ濃いね。浮き目っすか？毎日。あの人昨日も見たからね。危ないしさ、ほんとさ、勘弁だよな、こんな時に自転車こいでんの。よく左入ってて、左入ってきました。ってことはいやー、むしろすげーわ。あのね、僕の33馬力はシューターが詰まっても雪質変えたところ突っ込むとね、抜けるんだ、うん、パワーないやつはつつかんくていけんけど、うんうんうん、今飛んだでしょ。この33馬力ターボはね、詰まりはね、無用なんだ。お、力持ち？すごい。
できない、疲れた。ああ今日の雪は飛ばしにくい雪だな。そんで、すごいね、ナスカの地上絵みたいになってねえ、はいはい、もう世界文化遺産に残すこれこれですか、やったね。どうすんの、お客さんの車とか預かってんのさ、もうまず掘り出すところからだよ。もう今日はさ、もう雪溶けるの待とう。とりあえず通路は作ったけど、もうあと、もう手に負えない。去年とほぼ同じぐらいな勢いで降ったもんね、さっきね。降ってますね、今。いやナイトライダーどこ行っちゃったのあれじゃないですかね、あれかな。いや今ナイトライダーカリフォルニアに行ってるはずなんだけどなあれかね、あれですね、入ったよなもう疲れた。今日はこの子もちょっと力出なかったしね。つまりのつまりで、ね、物置をね持ってきたのがね失敗。こないだ持ってきた時はね、まあもう今年こんなに降らんだろうっていう風に予想して持ってきたんだけど、今や邪魔。これがあるために飛ばす場所も限られることになっちゃったし、これこの冬には役に立たないフォークちゃん、この子も今邪魔者だね。まったくさ、ああ12月が湿ったから今度11月にしよう11月もちょっと湿ってるから10月だなほらこれです、いつでも爽やかに座れるよ。いやこの子も参ったな、ちょっと力不足だよな。やっぱりねフォークリフトは所詮フォークリフトなんだよタイヤもさダブルで履かしたけどさ、やっぱ弱いよね。 FF だもん。じゃあ今日はこんなところでね、どうもありがとうございました。ご視聴どうもありがとうございました。さあ食べた。